今日は全国からおよそ4000人のランナーが集まり、北栄町特産のスイカや長芋の畑近くのコースを走り抜けました。この3年間は新型コロナの影響で中止やオンライン開催でしたが、今年は4年ぶりに通常通りの大会となりました。会場には北栄町出身の漫画家青山剛昌さんの描く名探偵コナンのキャラクターをはじめ、思い思いの仮装姿で参加する人たちも。怪盗キッドです。もう何度も2016年くらいから来てる。走り終えたランナーは名物の大栄スイカ食べ放題を満喫。旬を迎えたスイカで疲れを癒していました。どうだった、参加してみて。すごく大変だったけど楽しかったです。このマラソンの醍醐味とかいいところってどこでしょう。やっぱり仮装しやすいところとスイカが美味しいところです。北栄町では今後もイベントを通して特産品を PR していきたいとしています。